最近ですね、ヨシリンですね、参政党、元参政党の吉野先生の動画をよく見るんですけど、もう吉野先生は大変食に関しては知識を持ってますね。食と病気ですね、だから結構圧力にあって選挙も勝てなかっただとは思うんですけど、簡単に言いますと、あの先生の動画で分かったことは、がんとか糖尿病とか花粉症だとか、いろんな原因の元原因というのは食にあると。ただそれがですね、小麦、牛乳、乳製品、植物油、これだけなんですよ。着きました。
が滝の上の山で木を切っていた。男が一生懸命木を切っていると持ったマサカリが吸い飛んで滝の下に落っこちてしまった。これはしまったと滝壺を覗いてみると、なんと滝壺の底は明るく綺麗で、その水の中にまた綺麗なお姫様が布地を織っていた。キコリは恐る恐るマサカリを落としたことを話し、そこにある私のマサカリを取ってくれないか頼んだ。すると、これですかと拾い上げて、私はここの主です。私がここにいることを人に言わないでください。もし約束を破ればあなたの命は立ちどころになくなります、と言ってマサカリを渡してくれました。キコリがマサカリを肩に、家に帰ってみると、近所の人や親戚の者が大勢集まって法事の最中であった。キコリが山に行ったきり帰ってこないので、てっきり死んだと思い、今日で三回忌の命日だという。そこへキコリが帰ってきたもので、みなんな驚いていろいろ話を聞きたかったが、決して話さなかった。しかし父母がしつこく聞くもんで、ついマサカリの主の話をしてしまった。そしたらその場にばったり倒れて、そのまま死ん